ね、ビデオ出てますよね、これ。これ壊れちゃったんで、あのライブとかでは使ってないんですけど、まあ懐かしいですね、本当。なんかこういう思い出の品々がこう部屋に結構見えるところに置いてあるのとかいいですね。こんにちは、トーフビーツです。マクガフィン商用ルーム5回目の今回はキングヌーの常田さんのご自宅に伺いたいと思います。それじゃあ行ってみたいと思います。よっ、いるか、いるのかな。どうも。はい、どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。どうぞどうぞ。はい、というわけでちょっと部屋入らせてもらったんですけど、いや、めっちゃなんか広いっすね、奥。正方形っすね。ね、正方形なんですけど、ちょっとまず奥入る前なんですけど、いいですか、ちょっとチャリが、チャリっていうか自転車がこう鎮座してますけど。チャリで移動します ね、普段。そうなんですね。渋谷とか新宿とかだったらチャリで行っちゃうみたいな。あー、やばいですかね。手ぶらの時、機材とかはでもある時とかは機材車が走るの、はい、あ、で、自分は自転車で行くんですかっていう日もあれば、はい、雨の日は乗って行っちゃう。あ、めっちゃいいな、それ。ちゃんと部屋に自転車置いてんのもいいですね。ちょっといろいろ見させてもらったんですけど、まず機材、これすごいですね。ここ制作スペース的な感じですか。そうです、完全に制作スペースです ね。あと、よく見たらこれあれっすよね、押し入れ的な。そうなんですよ、押し入れをぶち抜いて、ね、机にしちゃってるって感じですね。いいっすね。しかもこれ塗ったんですか、自分で。そうです。あ、めっちゃいいっすね、やっぱ天気で塗ったんで、ね。このなんか、なんていうんですか、盛り上げ材っていうんですか、うんうん、これがすごいクオリティ高くて、そこのだるまとかも、はいはい、盛り上げがちなんですけど、確かになんか雑にやってもそこそこかっこよくなるっていう。あ、じゃあこれ自分で盛り上げたんですか。そう、盛り上げました。めっちゃでもかっこいいですね、テレビとか。え、これモニターか。これはモニターっすね。で、いつもこのモニターで制作してるんですか。なんか映像とかの仕事の時に映像出して、はい、こっちで音作ってみたいな。あー、なるほど、うん、デュアルディスプレイ的な感じでやって、うん、そうですね。じゃあ普段はこの椅子に座って。そうです、はい、制作してると。でもデスクで言ったらもう一個こっちにもあって、これってどういう机になるんですか。開かないと出せないから物が、うんうん、だからすげえ、なんですか、机って埋まりがちじゃないですか、うんうん、それがなんかいつも綺麗に ならないと開かないかな。すごいいいな。ああ、じゃあ結構部屋を綺麗にするために。そうし、やっぱ作業をやるっつってもやっぱね、何もないってすごい気持ちいいじゃん。確かに、うん、やっぱ机綺麗じゃないと仕事はかどんないタイプですか。いや、そうっすね。なんかめっちゃ真面目ですね。真面目ですかね。あとちょっと気になったんですけど、あの冷蔵庫の上になんかプロジェクターこれ乗ってるじゃないですか。はい、これ結構いいですね、はい、いいっすよね。普段から見るのに使ってますこれ。そうですね、携帯とかをあのプロジェクターつないで、で映像流して音はこっちのシステムで流してみたいな。普段このプロジェクターで何見てます。映画とかですかね、うん、いいっすね。このだるまあるじゃないですか。はい、このだるまはこれ何のだるまなんですか。これはウォンクの MV をあのペリメトロで作った時に俺がその作っただるまですね。その上のそのひよこちゃんも作ったんですけど、これは何のビデオ用とか。これも同じ PV ですね。あ、なるほどなるほど。じゃあその時のひよこちゃん。ひよこちゃん、こっちのトラメガとかも、これもね、ビデオ出てますよね。これもう、これ壊れちゃったんで、あのライブとかでは使ってないですけど。でもなんかいいですね、この使い古した感じっていうか、うん、まあ懐かしいですね、本当。なんかこういう思い出の品々がこう部屋に結構見えるところに置いてあるのとかいいですね。ちょっとあのギターとか以外の楽器も教えてほしいんですけど、はい、なんかベースとかも、あとシタールと、これチェロですか。そう、チェロっすね。ね、そうっすね。チェロはあの俺が大学時代の元々やってたってことですね。先行がチェロだったんで、チェロもあったり、シタールはあのインドにバックパックで行ってた時に買ったんで
あ、これインドで買ってきたんですね。そうっす。へえ。こっちの拡声器綺麗ですけど、これいつ買ったやつなんですか？こっちのが新しい、これが壊れて買ったやつで、はい、ライブで使うものですね。俺の声が割と拡声器乗りがいい。へえ。なんかエフェクトが合う声とかあるじゃないですか。はいはい、ありますね。俺の声は割と拡声器が拡声器に合う声、うん、じゃあこっちの方にもねギターありますけど、この2本はどういうやつとかってあったりします？こいつは、ツアー中に1万円くらいで買ったガットゲンのギターっすね。ヤマハのギターっすね。ヤマハっすね。でこいつはメインで使ってるギターっすね。あ、これがメインのギター。うん、普段はこれ一番使ってるんですね。そうですね、はい。で最後にちょっと何個か質問なんですけど、はい、理想の暮らしっていうかお部屋とかってあったりします？こういう部屋住みたいとか、こういうとこ住みたいとか。ウォシュレットしたいなこの家、ウォシュレットじゃないですか？ウォシュレットじゃないです。いや、それはね、自分でつけましょう。俺の家はちなみに自分でつけました。あ、ウォシュレット、はい、売れてらっしゃる。いや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 。とか、あと風呂周りとかも、はいはい、水回りを良くしたい。あの押したら溜まる、自然と。あー、わかる。俺風呂自動にしたいですよね。そうそうっすね。あと日当たりがこう悪くて。そうなんですね。そんな悪い感じしないですけど、開けても結構横建物とかなんですかね。そうなんす。日当たりはでもみんな言うっすね。日当たりはやっぱ大事っす、ね。そう、やっぱ家で仕事するから、うん、日当たりいい悪いは結構大事っすよね。じゃあもうベランダ、バルコニー、ウォシュレット、風呂自動。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 追い炊き。追い炊き、そう。追い炊きがないっすよ。追い炊きがない。追い炊きついてる部屋まで行こうと思ったらだいぶ売れない。俺も追い炊きを待って。追い炊きまだない。全然まだです。マジっすか、はい。ちょっと頑張ります。いや、ほんと頑張っていきましょう。